今日はですね、ボイシーの更新がちょっと遅れてしまったんですけれども、まあ、二日酔いとですね、朝にですね、YouTube の撮影が、まあ、珍しいですよね、朝に入ってんのも、入っておりましてですね、ちょっと更新が遅れてしまったことをお詫び申し上げます。面白い話聞いたんですよ。あ、なるほどなって。まあ、これ、面白い話聞いたってニュースで見たんですけど、あ、そういうことあるんだなっていうお話なんですけれども、ブックオフあるでしょ？ブックオフって、今、実は業績伸ばしてるんですって。で、って思うじゃないですか。ブックオフってそうなんだ。今、調子いいんだっていうことを、まあ、なんかのニュースで見たんですけども、なんか、それの理由が非常に、まあ、いくつか理由があるんですけども、そのうちの理由の一つにですね、メルカリがあるんですって。って思うじゃないですか。メルカリが出てきたら、メルカリが皆さんの当たり前になればですね、ブックオフの競合っぽいじゃないですか。どっちかっていうと。なので、ブックオフの、売り上げ落ちそうですよね。メルカリが出てきたら。ところがですね、メルカリ、まあ、メルカリ出てきたんて昨日今日の話じゃないですけどね。メルカリがボンって出てきたことによって、みんなが物を、家の中にある物を何か売ろうっていうマインドになると。で、その時にメルカリだったらば、ぶっちゃけこう梱包して配送してっていう、ね、この手間があるわけじゃないですか。時に、家の中のもなんか売ろうってマインドになって、いや、梱包して配送めんどくせえな、あ、ブックオフで売ろうかっていうふうになるっていう、まあこれ本当か嘘かどうかわかんないですけども、あ、なるほどなと思いました。こういうことってあるんだ。ブックオフの競合ってメルカリじゃないんだ。メルカリはむしろブックオフの味方だったんだっていう、仲間だったんだっていうお話でございます。非常に面白いですね。これ本編で喋ってもよかったんじゃないかっていうぐらい、面白いお話。本編の話は今日全然おもんないです。どうも、キングコングの西野昭弘でございます。オンラインサロン西野昭弘エンタメ研究所の運営をしたりしております。今日はですね、お風呂から配信しております。さっきね、外でちょっと収録しようかなと思って、外プラプラ歩きながら、ちょっと場所を探ってたんですけれども、なんかもう風がとにかくひどくてですね、今日は。かつですね、なんか花粉が結構ひどいなっていう感じで、なんか鼻がジュルジュル言っちゃってたんで、まあなんかこのビュービューなったり、ジュルジュルなったりっていうのは結構ノイズだなと思って、帰ってまいりました。じゃあ部屋で撮るよって話なんですけども、一方で私二日酔いでですね、この後、池尾さんとのその YouTube の、撮影が入っていて、さすがに先輩のその、チャンネルに出させてもらうのに二日酔いで行くわけにはいかないじゃないですか。というわけで、お酒を抜きがてらですね、お風呂から配信しております。なんか声がボワボワンしているのはですね、そういった理由でございます。ちょっと今日はエロい配信になりますが、お付き合いください。そんな今日のですね、テーマは何かっていうと、オンライン勉強会ですね、金婚西野のマーケティング講座というのがあるんですけれども、もう明日、明後日、明後日、あるんですけれども、それの受講者数が6200名を突破したんです。もう間もなく6300名っていうところになっているんですけども、このオンライン勉強会は有料なんですね。これ結構、見落としがちなんです。有料で3500円なんです。で、それのね、受講者数、参加者さんが6200人とか6300人で、これ大層なことじゃないですか。で、これを、どう見るかというのが今日の、お話でございます。というわけでも早速本題に入りたいんですけれども、繰り返しますが、オンライン勉強会、金婚西野のマーケティング講座の、受講者数が6300名に、届きそうですと。で、これ、もともとなんでこの勉強会やろうと思ったのか、その下心をですね、共有させていただくと、今年の1月の18日、19日に、ミュージカル煙突町のプペルのですね、ブロードウェイの、プレゼン公演があったんです。ニューヨークでね、投資家さんをお招きしてですね、こんなものをやりますんで、よかったら、
出資してくださいませんかっていう、そういったプレゼン講演が今年の1月にあったんですね。で、そのプレゼン講演のルールとしてはですね、チケット代を取っちゃダメなんですよ。そうなの。チケット代取っちゃダメなのにもかかわらず、劇場を抑えてですね、そしてキャストさん、スタッフさんの、まあ、要するにこうギャランティーというか、を確保して、まあ、1ヶ月近くですね、ギャランティーを確保するわけですから、まあ、結構予算がかかるんですね。包み隠さず全部言うとですね、もろもろいくらかかったっけな、5700万円ぐらいかかったんですよ。プレゼン講演をやるのに、もろもろね、5700万円ぐらいかかってですね。で、この5700万円かかってるのにもかかわらず、チケット代を取っちゃダメっていうことで、だから売り上げがゼロなんですね。売上がゼロ、これはもう最初から分かってることですよ。売上がゼロのプロジェクトに、5700万円をぶち込むって結構な、冒険じゃないですか。で、自分はその制作組織で入っているので、とはいえここを博打にしちゃダメだなと思って、で、ここの予算を作ろうと思って、あの手この手、予算を作る手立てを用意してですね、まあ、そのうちの一つが、金婚西野のマーケティング講座なんです。金婚西野のマーケティング講座で言ってしまったらさ、カメラ一台僕の方に向けてさ、僕がカメラに向かって喋ればいいだけだから、もう原価も減ったくれもないじゃないですか。僕の1時間半を使えばいいっていうだけなんで、それだと結構、予算作れるなぁと思ってですね、そういったものを始めたんですね。金婚西野のマーケティング講座っていう。で、当然これは、まあ、全部裏側も言いますけども、これチケットが売れないとですね、ミュージカルのニューヨーク公演の、回収ができないんですから、なので、結構、頑張ったんです。金婚西野のマーケティング講座のチケット売ってやるぞと思って、いろいろ頑張った結果ですね、ゲットは6300人ぐらいの方が参加してくださっていると。で、もう全部ここだから、喋りますけども、売上で言うとですね、もう2000何百万円かの、売上がそのマーケティング講座、オンライン勉強会だけで2000何百万円かの売上が出ているんですね。で、ほぼ売上、利益です、これは。まあ、サイトの手数料と、まあ、撮影費代つったって、たかが知れてると思うんですけども、言ってしまって1、2万円ぐらいの話でさ、撮影代なんてね。なので、まあまあ結構な利益が出て、まあこれは全額ですね、ミュージカル煙突町のブベルのニューヨーク公演に当てるんですけれども、まあそんな感じなんです。で、まあすごいことじゃないですか、6200人、300人。まだもうちょっと増えると思います。最終的には多分6700人ぐらいになるんじゃないかなと見てるんですけども、明日締め切りなので、募集締め切り、あと1日、ちょいあるので、最終的には6700人ぐらいになるんじゃないかなと見てるんですけども、これすごいことじゃないですか。で、何がそうさせたんだろうっていうことをですね、ちゃんと、分かっておかなきゃ、いけないなっていうことで、まあ、考えてみた感じだと、理由二つだなと思ってます。で、一つはですね、しつこかったっていうところですね。告知をめちゃくちゃしつこくやってやったっていう。90日間ぐらい毎日告知しましたっていう。このしつこさ、僕結構前言ったと思うんですけど、一番大事なのは何なんだ。物を売るときに一番大事なのは何なんだっていう、しつこさだって言ったんですけども、まずこのしつこさっていうのもですね、いくつか押さえておかなきゃいけないことがあって、本人がですね、どんだけしつこくしてもですね、お客さんがさ、しつこいわ、みたいな声があったらさ、本人のしつこさって結構発動できないじゃない。まあ、要するに皆さんがなんか、お店を出すとか、商品を出すとか、サービスを出すときとかに、しつこく宣伝したいっていう気持ちが、自分の中にあってもですね、お客さんから嫌われてしまうっていう、そっちが多分ブレーキをかけると思うんですね。なので、大事なのはしつこさだっていうことを、お客さんに、まず、打つっていう。
なのでお客さんそれを理解してくれるとすごく、あ、なるほどな、西野さんってしつこさが大事って言ってるから、確かに宣伝しつこいけども、それはもう織り込み済みなんだよね。私が西野さんのこの宣伝しつこいなって思っていることは、もう西野さんも当然織り込み済みでってなってるとこ、ちょっと聞いてもらえると思うんですね。で、ちょっと構造としては複雑なんですけども、まずはお客さんにですね、しつこさが大事なんですよ、しつこいの分かってますよ、でもこれが大事なんですよっていうことを、分かってもらうっていう、じゃないと、しつこさっていうのは出せないっていうところですね。これがまあ一つ重要なんじゃないかなと思います。で、これがまあ結局毎日宣伝できたことによって、今回のような結果が出たと。これが一つ目ね。で、二つ目は何かっていうとですね、しつこさっていうよりも、二つ目の方はですね、自分のお客さんがオンライン配信に慣れているっていう、オンライン配信チケットを買い慣れているっていう状態、これすごく重要なんじゃないかなと思います。やっぱり自分のコミュニティがですね、いや、オンライン配信チケットとか買ったことないしっていう人、っていうコミュニティにですね、オンライン配信チケットを売るのってめっちゃむずいんですね。で、多くの人はですね、多分一回コロナの時にコロナ特需みたいなのあったじゃないですか、オンライン特需みたいな、いろんな数字があって伸びたはずなんですよ。劇場のオンライン配信チケットもそうだし、まあネットフリックスにしてもそうだし、いろんなオンライン系が、まあ要するにその巣ごもり需要というやつですか。なんで、あの時は結構みんなオンライン配信チケットを販売したと思うんですけども、その後コロナ明けてから人がオフラインの方にもう一回流れてきたじゃないですか。やっぱ生の体験がいいよねっていうところで人がそっちに流れてきて、で、多くの人はもうそこでオンライン配信みたいな手をやめてしまったんだけれども、やめちゃダメだったっていう話です。やめちゃダメでですね、確かにそこでオンライン配信チケットの売り上げはもうコロナ上げたら落ちちゃうんだけれども、そんな落ちてでもですね、落としてでもですね、コミュニティ内に、自分のお客さんにですね、オンライン配信チケットを買うっていう選択肢を持っておいてもらうっていうのがすごく重要で、そこ離れちゃダメなんですよ。まあ、これもまあ大きい部類で言うと、あの、くくりとしつこさなのかもしれないですけど、文化として根付くまで話しちゃダメなんですよ。で、それで言うとですね、自分の周りのお客さんっていうのは、言ってしまったら、テイラー・バートンのオンライン配信チケットも買ってくださったし、煙突町の踊るハロウィンナイトのオンライン配信チケットも買ってくださったしっていう感じで、僕ら結構ですね、オンライン配信っていうのを結構定期的にやってるんです。当然コロナ時ほどのですね、バブルではないですよ。ないですけども大事だよねっていうことで、オンライン配信に、まあ要するに買い慣れてもらうっていうことですね。それをですね、年に2、3回ぐらいずっとやっております。それがめっちゃ重要なんじゃないかなと思います。この2つですね。なんかオンライン配信チケットを売るために必要なのは、一つ目はしつこさ。しつこさをもうちょっと深掘りすると、このしつこいっていうのもちゃんと売り手は分かってますよ、お客さん。でもしつこさが大事ですよねっていうことで、みんなにそうだそうだ、大事だ大事だって思ってもらうっていう、この文化作りですね。そうじゃないとしつこさは出せないから。で、二つ目は、オンライン配信チケットを買い慣れてもらうっていう、その文化づくり、どっちもまあ文化づくりか、この二つがすごく重要なんじゃないかなっていうお話でございました。今日はですね、オンライン勉強会かっこ有料の受講者数が6200名を突破したことについて、いろいろ考えてみました。オンライン、サロン西野明宏エンタメ研究所では、西野明宏が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。お風呂からキングコング西野明宏がお届けしました。それでは素敵な一日をお過ごしください。またねー。